はいこちらですね岸田首相、総裁選飛び火警戒か、はい、撤退圧力、日米で類似という事実いや、これね、僕、前から言ってんだけどあの、バイデン政権と岸田政権って、すごく共通してるところが多いんです、ダメさ加減において。うんはい、そのトップが無能であるとかね、それから、えー、誰かにコントロールされてるんじゃないのという。 見方をする人が多い。はい。ちゃんとした説明をしないとか。うん。例えば、まあ、あの、流行り甘いについて、バイデンは全然説明しないんですね。うん,うん。岸田文雄だって、LGBT 法を通す、つって指示を出しときながら、今日に至ればで何の説明もしてませんね。はい、日韓関係どうして、レーダー照射もあった。それから、その戦略物資の横流しもあった。もう、何にも解決してない。 問題があるのに、どうして国民に何の説明もしないまま、えー、どんどん公約にも何にもないことをやるとか、そして一番ひどいのは、今年二24年の年末までにウクライナに7000億円上げるって、ゼレンスキーに約束したんです、岸田文雄は。だけど、このこと一切日本国民に説明していないんですね。 ゼレンスキーがあの45億ドルくれるって言ってますってツイートしちゃったんですよ。それまで隠しを押そうとしてたんですね。でおそらくウクライナ側にも額は公表しないでくれとお願いしていたんだけれどゼレンスキーが嬉しくなって本当にツイートしちゃったんですね。だけどこれが嘘なんだったら事実じゃないんだったら日本政府は必ずこれについて抗議してるんです。例えばバイデンがが日本の防衛費がその 1%, 1越してね、えー、防衛費を上げることにしたのは俺がやれって言ったからだって説明しちゃったんですけれどもこれがそれは本当なんだけど本当のことを言われたら政権が吹っ飛ぶからもともと日本はそういうつもりだったということにしてくれとお願いをしてこれ抗議って形でバイデンに修正させたんですねそういうバイデンにすら修正させた岸田政権がこのゼレンスキーの45億ドル7000億円については 訂正を求めてないんですだから、私たちに隠れて半年で7000億。これは10年続けたら14兆円。そういうね、もう吐けてクズ中のクズですよ。はい、田文雄という総理大臣は。で、それなのに、この人9月の、だってそれでね、もう無能かつお年寄りっていうことで、バイデンは撤退したのに、岸田はこれ、捜査線出る気満々なわけですね。で、これ、本気の部分。 ちょっと読んでみてもらいます、ね、11番のの記事の、はいはい、バイデンアメリカ大統領の大統領選撤退を受け日本政界では9月に自民党総裁任期の満了を控える岸田文雄首相の去就、えー、に改めて注目が集まるバイデン氏と同様に首相も総裁選不出馬を求める身内の圧力にさらされており周辺には米国からの飛び火に警戒感が漂う。 それで、えーと、この記事はね、ちょっと変な褒め方をしますけど、時事通信っぽくない、はい、かなりね、奥行きがある記事っていうのかな、<ー>えー、まずバイデン政権と記者政権は似てるよねという前提ですよね、えー、バイデンが辞めようと日本の政権がちゃんとしてるんだったら、関係ないじゃないですか、うん、基本的に、独、はい、立国であるふりをしてるから、日本は。だけど こういうタイトルとこういう記事を書くということは、岸田政権が相当程度バイデン大統領、バイデン政権におもねってきたんだと。一心同体だったんだということを、言外に含んでる記事になってるんですね。で、私はずっと前からね、岸田政権というのは、のアメリカにもう奴隷のように貸し付いている、アメリカ霊獣政権だということがもう、 特に安倍さんが亡くなった後ね、LGBT をやりますとか、はい、いろんなこと全部、もうアメリカの言うなりだから、日韓もそう、ウクライナ支援もそう、全部アメリカの言うなりにやってると主張してきたんだけど、バイデンがいざ撤退ということになって、時事通信がそのニュアンスで記事を書いてきたということについては、はい、私はちょっと興味あるなと、それがなかなかセンスのいい記事だから、うんはい、読む皆さんもこれ、こういうことを書いた時事通信の記者と、 これをそのまま記事として配信させた政治部長、それが実はバイデン政権と岸田政権の垂直的な支持命令体制にあるんだということをにわせて、うん、私と同じ見方を時事通信もし始めたということについて、えー、面白い記事だなと思ってます。 確かにそういう趣がある記事っていう感じはします,、ね、す,すあいい日本語ですね。深みとか、ね、趣がある記事っていうのと深みも趣もない記事と嘘と捏造に満ちた記事と、まあ、あるんですけどこれはねやっぱちょっと趣がある記事でもそれは、はいえー、日米関係とかウクライナ戦争とかそういうものあるいは新型コロナなんとかとかそういうものをどう見てるかによってこの記事の 奥行きが見える人と見ええるる人人ととととないいいうことですよね。うん、マスコミもそろそろ岸田首相を見放した、はい、感っていうのはあるんでしょうかね。そ,それでその岸田という人がバイデンの言うなりそれから LGBT っていうのはアメリカの民主党の、まあ、党勢と言っていいマイノリティ保護なわけですね、はい、トランプはだって LGBT ふざけんなっていうことを演説で散々言ってる人だからじゃあもう。 モシトラがカクトラになってる今ね。うん、岸田じゃもう無理だよねっていう話は、これは対対米関係についてももうみんなそう思ってるわけですよ。はい。じゃあ誰にするのよと言った時にやっぱり高市さんがね、うん、え一番いいんじゃないのっていう声が出てきて当然ですね。はい。で高市さんとずっとねあのダブル講演会をやってる加藤隆正さんの12番のポストが非常に面白いんで読んでみて12番の記事読んでみてもらえますか。はい。 全国35箇所の国立公園に高級リゾートホテル誘致岸田総理が表明へという記事を紹介し日本を切り売りし衰退させることには人後に落ちない岸田首相だから国立公園内の高級リゾートホテルも気づけば外資ばかりになるだろう外国人パーティー券購入禁止に最後まで抵抗し阻止、はい、などなど。はいはい、それでで、えー、例えばあ日本で なぜかアメリカンホームダイレクトっていう保険会社ありますよね。ええー。あれ、なんでアメリカンホームなんですかおかしいですね。あれ、いつ入ってきたんですかそれきっかけ作ったのは小泉政権なんですよ。うん、そうすると、日本の長く戦後で5年以上続いた政権って3つしかないんですね、今まで。1つは中曽根康弘政権。はい。それから小泉純一郎政権。安倍晋三政権。この3つなんです。 この3つのうちの前の2つは、アメリカに付き従って、まあえー、例えば中曽根だったらロイン安とか言ってね、日本はアメリカの不沈候補だ。そんなことないんですよ。日本は独立国家ですよ。でも、アメリカが喜ぶようなことをやったり言ったりし続けた中曽根政権は、5年を越した長期政権になりましたね。はい、そして読、読売新聞の鍋つね。 渡つね雄会長との親しさは有名でしたね、うん、そして次小泉純一郎もこれブッシュ政権下で、えーまあ、ブッシュに付き従って証拠もないイラク戦争を何の確認もしないまま、うん、世界で最初にあブッシュの侵略ですよね、はい、を全面的に支持したのが小泉純一郎でしたアメリカの政権に貸し付いているとおそれで 許されるんだ攻撃を受けないんだという非常に賠償な判断をしたのが中曽根康弘と小泉純一郎なんですよ、うん、そして岸田もまさにその路線で長期政権を狙ったんですね、はい、ただ岸田の悪運が尽きたのは中曽根の時のレーガン大統領小泉の時のブッシュ大統領これ2期8年全うして そのところにすっぽり<ー>中曽根政権も小泉政権もすっぽり入ってるんですね。すねところが岸田はバイデンという民主党政権に奴隷のように突き従ったら今度バイデン撤退しちゃったわけですよ。うんうん、ここで岸田の悪運が尽きたんですよ。だからこそだからこそ先ほどのよう時事通信のああいう記事があって、うん、バイデンとベタベタしてた岸田じゃもう無理だよねという、まあ、ある種の コンセンセサスというもののがあってそれなのになにおだからもうやめ際におそらくバイデン政権の関係者とかラームエマニュエル大使とかに言われてやめ際にその外資入れろと外資っていうのは外資のホテルチェーンを入れろこれはヒルトンとかシェラトンとかウェスティンとか、うん、これ決まってるじゃないですか、はい、それを国立公園に作ったらこれ国が認可したら一発で立っちゃうわけですよ。うん 日本のの国土切りり売ですねそれをアメリカに切り売りする鉄道鉄道アメリカの奴隷となっているのが岸田政権だということでとっととこんな政権はバイデン同様ね別に9月の任期待つ必要ないから引きずり下ろした方がいいんですもう日本にいいこと何もしないんだから本当です、ね、だけどだけどじゃあ代わり誰なのよと言ったら13番の記事読んでみんな突っこけるというまたね <laughs> えー、心温まる茂木さんのニュース十三番いってみましょうか。はい、茂木氏最初には手挙げぬ自民総裁選九月上旬までに判断。<laughs> はい、これ、ね、何ですかこ皆さんねこの、えー、暗殺未遂とかね大統領選でもう前代未聞の党大会直前の撤退とかねその後ろに怖い勢力が隠してるとかあの驚々しいニュースばっかりの中でもうこれから茂木 って聞いたら総裁選までもう笑うネタですから。漫才でいうボケ。<laughs> 最初には手を挙げるって何ですかそれ。自分は手を挙げるってことでしょそれ。それから、ね、この記事でもう先週もね本当モテ木さんには笑かしてもらってもはや感謝してます。あの辛いネタが多い中で茂木っていうだけでも最近爆笑ですから。もう滑る滑り知らずでこの人は。 茂木氏はこれまで明智光秀にではならないとして岸田文雄首相が再選を目指す限り出馬を見送る意向を示してきたんです。でこれは当たり前で先週も言いましたけど、はい、茂木派っていうのはもう空中分解した上に解散したわけですね。うん、でみんな例えば岸田派とかね二階派とかこういうのも解散したって言いながら全然派閥としては今も機能しているんだけれども茂木派の場合はちょっと違うのは。 小渕優子さんが、まあ、10人ぐらい連れて出てっちゃった後解散したんですね。だから今、茂木をちゃんと支える茂木派っていうのはもう全くなくなったと言っていいわけです。すそうすると、茂木さんが総裁選に出て、20人の推薦人を揃えて出馬をして、総裁選に勝つためには、麻生派、麻生さんに、まあ、付き従うしかないわけですね。はい、ところが麻生さんは、まあ、第二次安倍政権を発足することになった、その、 総裁選で、当時は自民党は野党でしたから、谷垣総裁が出ると言っているのに、幹事長の石原伸晃が出馬する、これを明智光秀だと言って、罵倒したのが麻生さんだから、岸田が総裁選に出るのに、茂木幹事長が出馬するってことは、麻生さんの支持が得られないってことになるんですね。 確かにその後石原伸晃さんって、なんかこう政界から消えていった感がありますよね。かんっていうか、ね、本当消えちゃった。まず、まず急速に自民党内で支持を失った上で。つ、はいに小選挙区選挙落選して政界引退したんですね。そ<う>だから、あれはだって総理候補って言われた時期もあるんですよ。はい。はい。もう、いわゆる逆進っていうんですか。あの、いわゆるボ暴を 根首を書くこういうことをしたらこんなことになっちゃうんですというある種のね、えー、悪い見本しくじり先生なんですよだからモテヒは麻生さんにすがるしかないから、はい、明智光秀になるわけにはいかないんですだ彼が立派な人間だからそういう判断してるんじゃ全然なくて、はい、麻生さんにしがみつかなきゃいけないからうん、うん、岸田さんが出ない方向に持ってってねって麻生さんにお願いしてるわけですよ だから最初には手を挙げないそれからあ明智光先生にはなりませんと言って麻生さんに、まあ、神器を立ててるこれってもう本当にもう本当ミスタースモール <laughs> ミススタースモーモルこれはねなんていうかねもう,もう笑っていいんですこのネタはあの誰も傷つかないからこの人が総理にならない限り。り、はい、いわゆるね辛いニュースが多い中で、はい、心温まる 漫才師として、はい、この二ヶ月はね、お提ぎとしみつでちょっと心癒されましょうというお話ですね。はい、よくわかりました。じゃあ、じゃ、はい、本当の総裁候補誰よということで十四番の記事いきましょうか。はい、えー。次の自民総裁は高市早苗氏が上昇、石破茂氏はトップ維持、若年層には菅義偉氏が人気という記事なんですが。そうですね。うん、やっぱりそのこ,このね文化人放送局でも。 繰り返しし、まあ、告知をしているように高橋さんはねもう札幌から九州までもう日本全国で講演会をしてその全てが1,000人以上2,000人とかそれが、ね、その大きな会場が全部満杯になってしかも、うん、なんとかな僕も長い間ねこ20何年政治の現場で取材してますけどあそこまで一体感があってそれで普通は講演会って政治家が あのこれこれこんなこと頑張りますだから私にご支援お願いしますというある種の政治家側からのメッセージを有権者たる出席者にお願いするというそういう空気なんですね、うんうん、講演会ってところがね高市さんの、ね、ベクトルが真逆でそこに集まった人たちがこの狂った岸田文雄と狂った自民党をなんとかしてよ高市さんという。 ある人の悲鳴に似たお願いが聴衆の側から演題の高市さんにその波のように押し寄せるという非常に興味深いえそのうねりみたいなのをねその公演に行くと皆さん感じてると思います。実際に公演に行った方はその,その公演に会に あの夏のね暑いさなかとかあの平日だったり週末だったりその時にわざわざ時間取って集まってくる人たちの情熱、はい、これはねその例えば投票率4割の国じゃないですよ高市さんなんとかこの国を立て直したよという悲鳴それはねこの記事にある通りで、はい、こういうムーブメントを。 起こしてる高市さんについては何人かの人がね僕が推薦してじゃあ聞きに行ってみようかって言ったらいや高市さんはちょっと化けたねという感想を持つ人はもう全く角田さんもおっしゃってましたけどその自民党に対するそもそもの,その怒りのエネルギーがまず、うん、あの支援者の方たちの根底にあってそこからの山口さんがおっしゃる悲鳴なんでしょうね。 そ,それが今こう集まって高市さんを押し上げなければもう先はないっていうそういう状況なんだっていうのをよくかりましたそういう動きっていうのは例えば小泉純一郎っていう人が総理になっちゃった時は橋本龍太郎との事実上の一騎打ちだったんだけど、うんはい、あの時はもう,もう自民党の古い体質は嫌だと。 でまた走るかよというあきれが自民党をぶっ壊すって言った小泉純一郎に集まったんだけどそれはねちょっと劇場型政治で面白がるっていう感じで悲鳴じゃなかったですよねあんた高市さんについてはねもう日本は壊れちゃうということを実感した有権者のまさにあのさやさんが言うとこの悲鳴そういうえ講演会はもうほんと僕は。 今まで何百とね講演会嫌でも見てきたけど本当に経験がないであのでこれからねあの8月24日から25日また福岡でもありますけども、はい、全国でありますからインターネットで調べてお近くだったらね是非高橋さんのことを好きじゃなくても行ってみるとね、うん、ちょっとその空気、はい 感じていただくのは、その決して無駄にならないなという気がしますね。はい。それで、ちょっと時間が結構経っちゃったんですけど。えっと、二十八番の記事から三十六番いくっていう感じで、まずウクライナの話。あ、はい。二十八番いきましょうね。はい。ウクライナ政府、債務再編で投資家と基本合意。デフォルト回避見通しという記事ですね。はい。で、これについては、先ほど言ったように、岸田文雄はこの間イタリアに行って。ウクライナ和平に関する。 あのまあ国際会議、それからゼレンスキーとの一対一の会談の中で、日本国民には黙ったまま7000億円出すということになっているっていうお話をしましたね、はい。そしてその前の前の週のインテリジェンスサイで私が申し上げた、まあ繰り返し申し上げてますけれども、岸田文雄っていう人はアメリカのウクライナ支援について、ええそのこれが9.4兆円出しますということをバイデン 政権側が、えー、アメリカ議会に出してアメ,アメリカ議会上院でも下院でも否決されたものが岸田文雄という人が4月11日に連邦議会で演説をして下院議長のマイク・ジョンソンという人に会ったらその1日半後にマイク・ジョンソンがトランプに会ってトランプが突然バイデン政権の9.4兆円のグラン支援を有志だったら認めると 方針を大転換したんですだからもう実質トランプ前大統領は今議員でもないし何でもない一般の民間人のようでいながら実態としてはもう大統領に準ずるぐらいの力を行使していると言っているんですねアメリカの議会の舞台でこのトランプがずっと絶対ダメと言ってたくらいの9.4兆を認めたのはマイクジョンソンと会ったからであってマイクジョンソンに岸田文雄が一本が アメリカの融資を肩代わりするウクライナが支払うことができない部分は日本が払うという密約を結んだからなんです。でその時に一番シンプルに日本の金がアメリカの支援を日本がどうやってこれを補填しますかということについてはいろいろなやり方が、はいえー、噂されていたんですけど。 これ完全に分かりました私は<う>一番綺麗なのはウクライナっていう国にアメリカが、うんえー、融資しますね。うんうん、これ融資しますでこの金を使ってウクライナ軍の兵器をアメリカ製の兵器に入れ替えたりしてアメリカはハッピーなわけですよ。はい、日本のの援助の軍事版をやるわけで次にウクライナが国家としてデフォルトする。 国家の財政が破綻しましたという状態になったら日本はウクライナの金融を支えますという約束をしてるんですこの間はいだからアメリカの9.4兆円が焦げ付いたら日本が支払うという二重の仕組みでアメリカの支援を結果として日本が肩代わりするスキームが出来上がってるんですねでこのニュースは、はい、ウクライナが今は デフォルトしそうだったけれども、これちょっとした融資がね、で、ちょっと罰なぎができましたというニュースなんですよ。ということは、ウクライナはいろんな人に土下座してお金ちょっともう借金抱えて、サラ金の取り立てにあってる人と同じ状態なんですね。で、今回はデフォルトを回避しましたよと。じゃあ、アメリカの9.4兆が入っちゃったとデフォルトしたら、日本が払うっていうことになってるんですよ。これって、 売国ですね。しかも9.4兆ですよ。で、この間の7000億っていう数字、半年で7000億っていう数字は、1年で1.4兆。10年続けるというふうに、そのアコードという合意文書書書いてますから、これ14兆円っていう。最大14兆円日本が支援するってことになってて、それはアメリカの9.4兆円払ってお釣りが来る額なんですね。全部計算があって。これ、もう僕、なんていうかな。 ああ戦後っていうかな日本の政治の中でここまで腐った総理大臣の密約って聞いたことがないですよ。うん、でウクライナがいつデフォルトしてもおかしくないんだっていうことがこのニュースではっきりしてるっていうことを皆さんに分かっていただきたいってことなんですね。はいそれでウクライナ関でウクライナってのそういう意味では非常に腐敗した国家なんですよ。うん、それで 皆さん興味あった三十六番の記事をやって最後にしましょう。世界規模で Windows デバイスが次々とブルースクリーンに、えー、大規模障害発生中ということなんですが、はい。えっとこれはその少し前にね、はい、えっと例えばその株式市場とか、あの政府のその世界中のね、あと空港とかそういうのシステムが、はい、まあダウンしちゃったっていうのは。 少し前にね、あったニュースで皆さん、7月13と19だったかなにそういうことが起きたってことは皆さんも記憶に新しいと思うんですけれども、これ理由ははっきりしていて、うんえー、その7月19日の大トラブルは、フラウドストライクっていう会社が、Windows の、まあ、えー、いわゆるバージョンアップってうんですかね、そのいわゆる、えー、その更新をの、 一部分を請け負っていたクラウドストライクという会社が、えーまあ、なんて言いますかね、えー、そのアップグレードそのバージョンの更新に箸があって、はいえー、多くの機関 Windows があまともに機能しなくなったという、えー、極めて技術的なあその理由だったんですよねということで。 一見落着してた風だったんですね。はい、ところが、これについてトランプさんがうん、うん、こんなことを言っているんですね2017年4月トランプ氏は AP 通信に対してクラウドストライクは非常に裕福なウクライナ人が所有していると聞いたとこれ2017年にトランプが AP 通信にそういうことを言っていたんだよねっていうお話なんですよ。なるほど うん、でこ,れこのニュースにさやさんが非常に興味を示すのは、えー、私はそのよくわかる38番の高橋由さんのポストを読んでみてください。はい これは陰謀論だろうがトランプ氏が思いそうなことクラウドストライク社は民主党と協力して2016年のアメリカ大統領選で介入したのはウクライナであるのにロシアであるという主張に加担してきたとトランプ氏は信じているはずとなるとトランプ氏はウクライナにさらに冷淡になるだろう <laughs> それであの日本ではもうほとんど報道されませんけれども、はい、バイデン政権とウクライナというのは非常に深い不透明な 黒い関係がもうあることが明らかになってる、ね。えーえー、例えば、次男のハンター・バイデン。これは麻薬とか、いろんな銃器の不法所持とかで訴追されてるドラムスコですよ。こいつが、ウクライナのインフラ企業、グリスマっていうね、まあ、あの、ガスの会社から、はい、なぜか、何の能力もないのに、月々500万円もらってたんです。なんでウクライナのインフラの企業が、 バイデンの息子にそんな巨額の金を出すんですかということ。それから、そのハンター・バイデンがもう本当のドラ息子でバカだから、自分のパソコンを修理に出したんですね。うん、地元のデラウェア州の、えー、いわゆる普通の民間のパソコンショップに、なんかフリーズしちゃったから直してって出したら、そこにやばい E メールのやり取りがたくさん入ってたんですね。あと、写真とか。はい、その中にその、自分がそのブリスマの 経営者とやり取りをしている中で、自分の契約の話の他に、ビッグボスにもお金を払う必要があるというやりとりが、これも確認されてるんですよ。本物であるってことも分かってる。うん。ハンター・バイデンが言うところのビッグボスって、これも、ジョー・バイデン、親父のバイデン大統領以外ありえないわけですよ。はいと。ということは、アメリカの民主党とウクライナというのは、このね、2年前のロシアのウクライナ侵攻よりも前に、 非常に深い関係がウクライナ政府とバイデン系それからバイデン政権それからアメリカ民主党とが非常に不透明な関係があったということはこれはもうはっきり証明されていることなんですが、はい、日本では一切報道されないんですね。そううですねどククララウドストライク、うん 社のウィンドウズのデバイスみたいなものってなんか投票の機械とかそういうものにも採用されてたりとか、まあ、空港ももちろんなんですけどフェデックスとか物流の方にも関わっているかなりあの世界的なシェアを持ってる会社じゃないですか。そこここで起こったこの、まあ アップデートにまつわるいろんな歌詞があったということなんですけどもなんかどうしても高橋洋一さんと同じようにですね陰謀論的な <laughs> 見方としてはやっぱ選挙にまつわる何かこの後と、うんうん、何かこう実験をここで行ってるのかなみたいな懸念を持つ人は多いと思うんですけど、うんうんはいか、はい、かがですかでこれはね、えーとうん、例えば本来はインターネットに接続していないと。 その業者側が主張していたアメリカの選挙の大統領選挙で使われる選挙の集計ソフトこれがこの間のトラブルでえその被害を受けたことが明らかになったということはインターネット接続していたってことなんですね、はい。ということは例えば2020年バイデンジャンプってねバイデンの票がある瞬間に。 何百万票積み上がっっちゃった、うんえー、これもしかしたらインターネット経由で遠隔操作をして票を下駄を明かしたんじゃないかという疑惑が長く言われてきたんだけれど、はい、これに関して選挙管理委員会と業者はそもそもインターネットに接続していないから遠隔操作できないと抗弁してきたのが嘘だったことが分かったんですね。なるほど ということは、クラウドストライク社、はい、それから、集票ソフト、これはまあ複数あるんですけれども、うんうん、これを使って、大統領選そのものを、まあ、実際の票、投票してない票を、捏造してバイデンを勝たしたんじゃないかという疑惑が、また再燃してくることになる。 <で>はい、このタイミングでこれが再燃してくれるのは、ね、次、同じ手口ではできないでしょうから私はいいニュースだと思ってますただ2012年、大統領選どこまで不正があったのってことはこれはもう本当にアメリカの汚点になりますけれどしっかり調べないと、はい、で日本の場合はちゃんとを入れてそれを数えるといういい意味で原始的にやってるんだけど時々、ね、同じ筆跡で。 石丸真治っていうのがいっぱいありますみたいなことがいろいろな候補についてあるじゃないですか、はい、石丸さんって僕はたまたま脳に降りてきた名前であって意味があって言ってるんじゃないんですよ <laughs> それは蓮舫でもいいし小池合子でもいいんだけど同じ筆跡の人がたくさんいるみたいな不正が日本ではないのかこれもきちんと翻ってこれ民主主義の根本ですから選挙が公平公正に正しく行われて正しく集計されているかどうかは確認し続ける必要がありますよね。 本当ですねはい、はい 山口さん、えー、貴重な解説を本日もいただきましてありがとうございました。もうね、これ1時間やっちゃいましたね。分はい、踏み込んでねいただきましたが、この後はメンバー限定ライブとなっております、えー。メンバーシップレベル2に参加して続きをご覧いただけたらと思います。そして続けて山口さんの、えー、メールマガジン、ニコニコチャンネル、えー、こちらも登録していただいて、最新のニュースをご購読いただけたらと思います。あ、それでね、今ニコニコがあの、うん、サービス全停止しているので、ニ、はい、ニコ,ニコ ニコ生放送プラスニコ生プラスというところで先週から、えー、と別途その動画配信を始めてます日曜日の夜20時は、えー、そのニコニコ生放送プラスというところのチャンネルから改めて入り直してもらうとこれは普通にサービスが行われているので、はいえー、私のチャンネルはそちらで見ていただくと。 あのもうあの先週から見ることができますので,で今、有料会員登録していただくと30日間無料で見れますので<ー>ニコ生にえ今まで登録してくれた方もダブルで課金されるってことはありませんので、えー、それから今、ね、ニコ生はそのサーバー自体が停止してるから解約もできないんですけどもニコ生のサービスが始まったところで解約してもらえばその今までの課金された分は返金されるということですので。 ぜひ「ニコ生プラス」の方に今移行していただくとお得に1か月分お得に見ていただけるのでぜひ「ニコ生プラス」の方私のねフェイスブックとかにリンクをつけてますのでえそちらでぜひ入会し直していただいたらありがたいです。はいということで皆さん引き続きよろしくお願いします。山口さんあありりががととううごござざいいままししたた